江東区東砂にあるラーメン屋さん胡椒屋は、なんとここら辺にね住むね周辺の方たちで大食いをね競い合っているとてもすごいお店です。店内にその記録がいっぱい貼り出されてます。ビールのね大飲みも行われていて、一番飲んだ人は女性の方で14杯です。すげえ。そしてラーメン部門とつけ麺部門は同じ方で、ラーメン12玉、つけ麺13玉食べた王者はこの写真に写ってる男性の方です。4玉で茹で米が 700g なんで、12玉だと 4.2kg これにこの方ねスープも全部飲んだから、いやもう 5kg とか軽くね超えたりしております。でもえらいこっちゃですよそれでねここはね注文するね麺の量をね4玉以上を頼まれる方は器がすり鉢にチェンジします。で今回ファンクはねペンタ5玉を足した計6玉、総額1080円をね挑みました。ここのね豚骨ラーメンね、昔のね豚骨ラーメンの味なのよ。いややっぱここねコスパもいいんだけども、いや味すっげーうまいわ。いやこんなね昔のねあのそのまんまのね豚骨ラーメンの味を久しぶりに食べて、ファンクねホクホクです。